はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ダイナソーですね、やっていきたいと思います。先ほどちょっとすいません、録画止めちゃってました申し訳ないです。一応ね、そっからは進んでないのでやっていきますね。はい、アーケディア城で、よっこいせーのせと、よし、はい、あ、本当になんかイースだね。イースのイース2の火山だっけ、マグマだっけ、あるところの音楽を思い出しちゃいますね。あたりをよく見ると壁には絵が描かれていた。北に獅子、南にクジャク、東にワシ、西に子羊、そして天井には竜が暗闇の中浮かび上がっていたと。にわかに笑い声のようなものが辺りに共鳴するかのように響き渡った。そして人の声のようなものが聞こえた。獲物だ、獲物がやってきた。どうやら我らの出番、歓迎してやらねばなるまい。誰が先に行くのだ。俺だ、俺にやらせろ。城の守りは俺一人で十分だ。お前たちは再び眠りにつき待っているがいいぞ。すると足元で何かが響くような音がした。そして辺りは再び静まり返った。すると今まで天井に不気味に浮かび上がっていた壁画が闇に溶けるかのように見えなくなってしまった。あやれやれ、どうも予感が当たってしまったようだな。これは避けて通れぬようだぞ。ああ、こっから敵が出てくるのかな。そんな感じしますね。入れない、扉が固く閉ざされている。もうこれであそこが開いたのかな。あ、違った。あ、でも敵出てくる雰囲気ないね。全然エンカウントしないから。あ、これじゃない。あ、ちょっとちょっと見ますよ。あら、あらら、よいしょ。あ、違う違う。これどうすんだどうすんだ、こうすんかごめんなさいちょっと、あー、はい、もうね、年取ってくるとね、スマホの反応が悪くなるんですよね。水分がないんだっけ、指に。なんかそんなんですよね。こっちか、こっち、え、あれ、ちょっと待って、元に戻ろう。てか、元に戻れる、わかんない、もう道が。あ、多分こうだね。これで戻れるんじゃ。あ、ここに来たのね。で、U ターンして、おっとっと、で、ここから右向いて、あった、行って、あ、こうだね。で、ここが入れるのかな。あ、入れる。扉を押そうとすると、重い音を立てて一人でに扉が開いた。扉の向こうからはカビ臭い風が吹いてきた。あ、変わりましたね。で、地下1階の階段ね。で、地下1階。地下1階だね。うわ、何これ。あ、これはいけないのね。で、ここ入ると。一層冷たい空気が肌を刺した。前方に青白いもやのようなものが見えた。そのもやが次第に近づいてきた。あ、もやの中には鎧を身にまとい、手には巨大な剣を持った男が一人立っていた。鎧からは腐肉がはみ出、獅子を放っていた。コンバットあれあ、待っていたぞ、俺の獲物。俺の名はタルシス、ヤール様に仕える北の守護だ。ネズミども、ここがどこか知ってるか。ここはザムハンと王の栄光のために戦いの名誉の死を遂げた戦士たちの墓場だ。聞こえよ、亡霊戦士たちがお前たちの来訪を歓迎して闇の中より蘇ってきた。タルシスが叫び上げると壁の中に眠っていた死体が目を開き、手を伸ばしながらこちらへ向かってきた。亡者たちが復活しちゃった。気をつけろ。こいつらは名前の人間よりタチが悪いぞ。あ、コンバット。わー、なんか大丈夫かいこれ。い、何？ちょっと待って。あ、倒れたね。なんでアッシュさん
今さっき全然当たらなかったんだろ。あ、なんで我に従え。おお、効果がない。あ、今度普通に当たったね。え、17もダメージ食らっちゃった。あ、あれはタルシスの攻撃か。夢つむぎ、効果ないの。何これ。おお、なんか赤くなった。何、赤くなってんだけど。技術使いましょうか。もう何も効かないね。あ、迷いの霧。ああ、敏捷が下がってね。この人は技術使った方がいいんだよね。技術で浄化？エリス。ああ、解毒なのね。わあ、わあ、わあ、わあ。エリスさん、やばいじゃない。あ、倒したね。で、恩恵をエリスさん。アッシュさん、いつの間にかすっごい減ってるね、体力が。氷の剣。あ、かわしちゃった。アッシュに、アッシュさん、やばい。これ何できんだろう。アッシュに11、あ、なんとかね、なんとか恩恵で、成り立ってっかな。技術使いましょうか。それを打ち消しただって。そんな無茶な、もう。恩恵をね、アッシュに当てときましょう。はい。持つかな、恩恵が。恩恵持つかな。おう。で、氷の剣ね。で、戦いましょう。8とかしか当たんない？で、技術で恩恵ね。で、氷の剣ね。もう、なくなってきちゃったけどね。8しか当たんない。もう技術使えないから、防御しましょう。あ、オルリクさんに来ちゃったね。恩恵を自分にね。これ、戦っていいかな？当たんない。うわ、17もダメージ来ちゃった。エリスさん、ガード、でもこのゲーム、ガードがね、ガードが役立ったかなっていう気もするんですよね。恩恵を。はい？もうない！あら、これはやばいな。うわ、オルリック死んじゃう。道具を使う。安定剤は違うもんね。あれ、生薬持ってなかった？いやー、これはまずいな。防御してもダメだね、これ多分ね。はい。うわ、もうこれダメだね。おお、お、勝った。勝てたね。え、チニフシ息絶えたかのように見えた。タルシスの体が再びゆっくりと動き出し、首をもたげた。あ、不気味な笑顔が足に向けられた。あそこのとこ気に入ったぞ。お前の剣は血の匂いがする。お前の後ろには大勢の死人の匂いがする。お前には我が手でふさわしい死を与えてやらねばな。そう言うとタルシスは闇の中に姿を消した。おお、これやばいね。大丈夫？あ、敵出てこないんだったね、今ね。あ、よかった。あ、出てきたわ。出てきたね。スライムで、技術使い、あ、ヒットポイントはもう戻ってんだね。あ、でも、オルリクさんまだ戻りきってないんだよね。で、技術ね。夢紡ぎ？あ、眠ったね。よし、いい感じ。で、戦いましょう。で、戦いましょうね。で、戦いましょう。あ、じゃあね、ちょっと短いですけど、先ほどのパートと足して1ということで、このぐらいにしておきます。ダイナソア、終わっておきます。どうもありがとうございました。